勝山喧嘩団ンりダ山祭りは、岡山県真庭市勝山で、毎年10月19.20日に行われる。夜には、約2から3トンの団ンりが、真正面からぶつかり合う、喧嘩団ダりが行われる。岡山山大団ンり祭りの一つ。勝山祭りではなく、勝山喧嘩団ンりと表記されることも多い。勝山祭りは、みこしを中心に、 団りが祭りを盛り上げる。八百五十四年に、団り三代が出動し、祭りを盛り上げていた。明治後半に、現在の馬車台に屋台を組む形となり、喧嘩団りもこの頃から大正にかけて、行われるようになっていたと言われている。大正後期には、元若村寺、中若連上若連西若連白若村寺、新若村寺の六代になり、現在では、 元若村寺、中若連、上若連、西若連、白若村寺、新若連、丹若連、川若連、原若連と花段尻の北若村寺、里若村寺の十一若村寺がある。勝山祭りは、江戸時代から続いており、元来男の祭りであったが、最近では、同じハッピに身を包み祭りに花を添える女の子が、増えてきている。男衆と同じように、 勝山の祭りを愛している証拠である。勝山の地が一年の中で最も盛り上がりを見せる時期であり、地元を離れ生活している人も必ず帰省するくらい、勝山の人間にとって世代をつなぐ大切な祭りである。この勝山祭りが終わると、この勝山にも間もなく冬が訪れる。18日は宵祭りであり、午後5時に。 木内即尾神社へ11台のじりが集まり、新町商店街に向けて移動する。この日は、本格的な、ぶつけ合いはせず、各じりの計量と試し当てが、新町商店街で行われる。19.20日の昼は、勝山の町を中心に、御しの後を11台のじりが、お供をし、練り回る、ご祭礼が行われる。 この時子供たちは団りに乗り一緒に神詣をする。練り歩く団りの先頭は、元若村寺、新狩は、里若村寺が務める。19日は、高田神社、高尾神社、一宮神社、鈴神社、20日は、玉雲宮の三越が団りたちを率いていく。勝山祭りのメインイベントは、この、喧嘩団り夜には、真庭市役所勝山庁舎から、 新町商店街までの間に4カ所設けられた喧嘩場で、じり同士を真正面からぶつけ合う、喧嘩断じりが行われる。喧嘩断じりは2から3トンもある断じりに30人以上の男衆が、さばり、おいさー。の掛け声で士気高め、若村寺のリーダーである壮大の長ちみを合図に、約10分間ぶつかり合う。断じり同士がぶつかった瞬間には、 自響きが起きるほどで、重く鈍い音が街に響き渡る。じり同士がぶつかる部分を、スキボーと言い、一番前に陣取る役割を担う人を、ボゲ、ボ下カという。じり同士がぶつかり合った際に、人一人分のスペースができ、ボゲ、ボ下カがそのスペースを陣取った側が有利となる。喧嘩はどちらかが引くまで押し合いが続く。20日の午後3時からは、 中国勝山駅前にある約100メートルの坂をだんじりが駆け上るレース、だんじり太鼓山登場が行われ、タイムを測り、その速さを競う。このレースには、花だんじりである北若連以外の10の若村寺が参加する。この名称は RSK の浜谷照夫さんが名付け親である。真庭市役所勝山支所の駐車場にだんじり車庫があり、だんじりが展示されている。 そこには、11の若村寺のハッピーや2001年以降のポスター、祭りの写真も飾ってある。車庫に収納するのは、勝山地区が拠点のじり元若村寺、中若連、上若連、白若村寺、短若連の5台。展示されているじりは、白若村寺。勝山の街並みは、昭和60年に、岡山県下で初となる。 町並み保存地区に登録された。平成20年度には全国で2地区しか受賞できない都市景観大賞、美しい町並み大賞を受賞。のれんの町としても有名で、3月初旬はひな祭りでも大勢の観光客で賑わう。ありがとうございます。